安全は結構自分の身を守ることであるし、大切な人、まあ、家族だったりとか社員だったりとか、そういったものをやっぱ守る上ではもう危険予知というかね、危ないことはやっぱさせない、しない、なんか本当奥深いですね。なんか曲げないんでしょうね、きっと。職人気質、これと思ったらこれで突き進むタイプなんで、まずはやってみるっていうところもそうですね、挑戦的に。人の巡り合わせってなんか運命とかあって二文字で片付けられないですけども、所長になって初めて預かった部下でもありますし、やりすぎることもないんですよね、安全に対しては。こんだけやったから怪我しないってわけでもないし、下の人たちをつなげるような、そういった場の橋渡しみたいなのもできればなと思います。